あ、コメント。これじゃない。あ、ちょっと。こんばんは。やっほー。やっほー。ベンカでーす。なんかかわいいショールームの背景が。ねえ、かわいい。夏になってよ。うわー。もう夏終わるよ。やばいね。夏祭りとか行きたいよね。ね。あ、コメント出てるか。出てる。ヤッホーだって。あ、出た。ヤッホー。ヤッホー。あ、そっか。私が始めた。そうだよ。あなた司会だから。最初の司会。乃木坂46の猫舌ショールーム。乃木坂ニャンバーワンが始まりました。イエーイ。今日は。電化コンビでお送りしたいと思います。電化ってあれすごい低いな。じゃあよろしくお願いします。ちょっとね、もう分かってる。あ、ほらほら、できるできる。あ、できる。一人配信になっちゃったね。そんなこんなでよろしくお願いしますね。はい、この番組は乃木坂46のメンバーが毎週いろんなテーマのニャンバーワンを超個人的に発表していこうという番組で、あの、ちょっといい？ニコシタショールームにちなんでニャンバーワンとなってます。イエーイ。今回も配信時間が短縮して1時間となってます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そして今日のランキングでは、先日マリンメッセ福岡で行われた乃木坂46マスの全国ツアーで卒業セレモニーを行った桃子と私たちの思い出について話そうと思います。イエーイ。あ、ちょっと気になる。一生できないじゃん今日二人で。あ、うちらニコイチなんだからちゃんとやらなきゃ。ライブの写真見返しても廉価だし。いや本当にデッドさんずっと近くにいるからさ、食べ物取りケータリングしときとか絶対一緒に行くもんね。一生一緒にいるもん。そう、一生一緒にいるからよろしくね。これからもよろしく。よろしく。当たり前だし。あれちょっと行き過ぎちゃったか。まあ調整しとくんで進めてください。はい。そして初めてショールームをご覧になる方は、まず無料のアカウント登録をお願いします。そして右下のツイッターマークを押してどんどん拡散してください。お願いします。あ、いけそうじゃない。いけそう。あ、ほら、あ、いけるじゃん、ほら見て。あ、いけるじゃん。反射して何も見えないかも。ちょっと今日は不調なんで、まあ仕方ない、そういう日もあるよ。そう、なんかね、不調らしい。そう、猫舌のね、器具が全部不調。そう、ちょっと不調らしいので、これはちょっとね、グラグラしてるね。ちょっと、わー、危ないよ。一歩間違ったら全部見えるよ、ここの背景とか。危ない危ない。お疲れ様でーす。皆さん今日は何してました？言おうと思った。ゲラ。そんなに笑ってないよ。レンガのさ、爆笑のレベルがさ、うん、ちょっと笑っただけで多分みんなにとってはゲラなんだけど、そう、ね、みんなにとって爆笑なんだけど、そのレンガにとってはそれが普通だから、うん、分かるよ。レンガの爆笑で爆笑した時声出ないもん、うん、声出ないの本当に。私たち無音で笑う。そう、無音で笑って、お腹痛い、お腹痛い、お腹痛いってなるんだよ。そうそう、死を覚悟するっていう。爆笑まで行くとね、そのレベル。え、まだあんま見たことないんじゃない爆笑。ね、よっぽどのことがないないと。そう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 。ててて。ああ、おめでとうが多い。ありがとうございます。すいません、すいません、ここでなんか、ありがとうございます。可愛かったポスター。本当めっちゃ、まさか現役か。そう、でも公開される時はもう現役じゃないんで。全然いけるよ、楽しみ。嬉しい。見に行こうね。行こうね、一緒に。めっちゃ恥ずかしいんだけど。うちがプライベートでさ、デンと一緒に映画見に来ましたとか言って、恥ずかしい。そう、しかも自分の映画。じゃあそろそろ最初の企画に参りたいと思います。はい、ピン。題して、はい、私と桃子の思い出ニャンバーワン。イエーイ。
桃このてきもい私の桃ポーズなんかカクカクこうじゃないよ、こうだって。あ、そうそうそう、なんかちょっと、あ、今いい、今いい、桃です。なんかね、ほのばってて、私も気持ち悪くなっちゃう。ちょっと気持ち悪いんですはい、この企画は9月4日をもちまして、はい、乃木坂46から卒業するももこと私たちの一番の思い出をそれぞれ発表していこうと思います。イエーイ。一番だって難しくない？一番っていうのがちょっと難しいのでまあ一番、まあ一つとは限らないかな、みたいな。まあ一番って言ってもね、これに詰めちゃった、私もちょっとこれに詰めちゃったからねよろしくお願いします。はい、もう卒業セレモニーのさ、うん、記憶もまだ新しいもんね。そうだよ、一昨日ぐらいだもん、ね、一昨日とは一昨日って正式な言葉なの？でもさ、そう、進む日ってさ、矢のあさってとか五のあさってとかあるじゃん。あささってとか言ってるよね。あささってとかあさささってとか言うね、この人。でもさ、一昨日の前ってむずくない？知らなくない？知らない。一昨日までしかしない。明日、明後日、しあさって、矢のあさって、五のあさって、矢のあさって知らなかった。嘘、うん、までは知ってんだけど、おとととい、おとととととといとが、とを増やすのさを増やすのと、とを増やすの明日、明後日、次はしあさってです。先おとといだった。先おとといぐらいだよね。そう、ももこの卒業。でもさっきあったよね。さっきあったね。そう、もう今日目入りしてるから。おやっつって、おやって、レカちゃんメイク部屋に乱入してきた。そう。いっぱい食べたって言ったね。そう。満足げな顔で、すごい満足げな顔してた。でもライブの日めっちゃ痩せてたもん。本当に痩せてた。でもめっちゃ可愛かったよね。ねえ、本当に可愛かった。綺麗だったよね。うん、綺麗だった。ねえ。どうだった？ライブは。皆さん見てくれてました？配信もねあったから。うん。福岡行ったよ、だって。お、ありがとう。なんだろうね、でもね、なんだろう、でもなんか卒業発表してから、ももこが一回も泣いてなかったから、うん、確かに。そう、だから、あ、全然大丈夫だなと思ったけど、うん、その、卒業セレモニーの前の VTR あったじゃん、ももこの、うん、もうあそこで泣いたよね。うん、あそこで泣いて、そのままももこの手紙を聞いて、うん、3番目の風っていう流れがもう泣かせにかかってる、あれは、うん、あれを我慢するのは難しかった。なんか私さ、うん、VTR あるの忘れててすっかり、うん、もう先に上行っちゃったの。あ、そうだったんだ、いなかったんだ。もうあのステージ出る直前にとこ行っちゃったら、うん、まあ、ももこが手紙持って出るの待ってて、うん、もうそこで、あれ、そこで見送ったの、うん、もう泣けちゃった。泣けるよね。出てった後めっちゃ泣いちゃった。本当に泣けた、人知れず。ねえ、なんかね、今日 VTR さ、なんお見立て会の VTR、 私一生後ろで笑った。マジで可愛かった、あのね、あどけないの笑い方もなんかみたいな感じで笑ってて、本当に可愛い。一応ファンの人に言われる。言われんだ。ちゃんめっちゃ笑ってる。笑ってる、なんか良かったもんね、最初から。そう、なんか、だからこそ、あ、また泣いてるよみたいなテンションだったから。でも結構みんな笑ってたよね、ももこ泣いてんの見てさ。もう笑うしかできないんだもん。大園くらいから泣いてたよね。うん、もうそう、大園ももこって時もずっとびしょびしょ、まつげもう上がってないの、ね、お洋服も気合い入れてたのに。ねえ、かわいいお洋服着てたのに、ね、懐かしいね。3番目もね、フルで披露できて。いや、なんもうレアだよ、レア。レアだよ、超レアですよ。それからだってもうね、センター不在なのでね。センター不在、そうなんですよ、誰がやるのって、うん、開けときましょう。そうなんだよ、もちろん開けときたいよね、うん、全部全部開けよう、全部。逃げ水もヨダソロで。違う、ヨダがこうやって通してちょっとやだちょっとやだんだけどそれが決まりになったらどうするいつも心に桃子、全員でさこうやるとディ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 めっちゃ愛されるよ桃子一生卒業できるいや、よかったよね。うん、よかったですね。楽しかったよね。でもね、楽しかったね、うん、めっちゃいいライブだったと思う、うん、すごくよかった、ほんと。うん、
そうだ、じゃあ発表していこう。そうだ、忘れてた。忘れてた。じゃあまず私から発表していきたいと思います。はい、私のももことの思い出ニャンバーワンはこちら。じゃーん、ちょっと2つぐらいあるんですけど。お、クリスマス帰り道とな、あじゃーん、そうだ、ね、桃にした桃。かわいいですね。はい、ちょっと2つあって申し訳ない。もっとあるんですけど、そうなんだよ。欲しいって言うなら、この2つかなって思って、うんうんうん、クリスマス、まずクリスマスはですね、うん、あの加入した2016年のクリスマスなんです、うん、どう？ほう、ディズニーに行ったんですよ。いいね。そう、なんかディズニーに行ったのは覚えてたんだけど、うん、クリスマスってこと忘れて、うんうん、昨日めっちゃ写真見返してて、うんうん、あ、クリスマスだったんだって。クリスマスディズニーめっちゃいいやん。でもめっちゃ寒くない？めっちゃ寒かった。で、寒がりだし。クリスマスディズニーをしました。いいね。なんか確かにな、どんな流れで行ったかわかんないけど、確かアフターシックスぐらいかな、うんうんうん、夕方ぐらいから行って、うん、めっちゃ覚えてんのが、最初タワーオブテラー、うわ、私が乗りたいから C やん、うん、そう C C、うん、私が乗りたいから、でも多分苦手じゃん、うん、苦手だね。でも連れてったの、うん、で並んでたら、確かなんかカップルの人が、うん、なんか使わなくなったんで使ってくださいって言ってファストパスくれた。最高じゃん。ありがとうございますって言って、もうサーって言って、いいの。もうめっちゃ叫んでた。死ぬ、死ぬ。めっちゃ想像つく。ももこの叫び声ってさ、さすれすぎて聞こえないよね、もうなんか。初めてだったから多分ももこは。そうだよね。で、絶叫とか絶対無理だから。絶対無理だよ。私が無理やり乗せて死んでました。いい、レンカたちさ、2人でさ、行こう行こうって言って行ってないよね。そうなの、行ってないの。行けなかったんだよね、レンカがね。タワミと2人で行ってさ。あ、そうだ、3人で行こうって。そう、3人で行こうって行けなくて。そうそうそう、早く行こうね。行こうね、絶対絶対絶対。じゃあ次、はい、その帰り道は遠回りしたくなる、いいですね、期間です。そう、ポジションが隣で、あ、隣だったっけ。隣そうだっけ。いや、初選抜っていうこともあってね、うん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 、不安だったんだけど、桃子がね、ずっと隣だったから、うん、安心できたし、うん、心強かったし、うん、何よりあの振り付けでさ、2列になって、うんうん、縦2列になって、向かい合ってやるところが、ずっと桃子と向かい合わせで、いいよね。そう、いつも目合わせて笑いながらやってて、うん、ね、これからさ、もしさ、披露するってなったらさ、いないわけじゃん、うん、泣いちゃう。いや、ほんとよ。そういう、そういう、そういうなんか一瞬一瞬で、なんか実感が来るかな。ふって思うよね、思う。ポジションとかで思う、なんかも。桃子も好きって言ってくれたから、うんうん、言ってくれてるから、うん、帰り道が来た。いいよね。楽しかったよねって今でも話す。帰り道も冬じゃない？ん？帰り道も冬じゃない？冬、確かに。冬だよね、多分。冬ってやっぱなんかいいよね。いいよね。エモい感じ。わかる。超エモーショナルって感じ。そんな感じ、うん。いいですね。忘れないこの思い出は。うん。もっとあるんですけどね。もっとあるけど、まあ、しいて言うな。しいて言うな、もう、苦渋の、もう苦渋ですよ。苦渋の決断。そう。じゃあ次、レンカちゃん行く？私もちょっと被るんですけど、クリスマスデートを2回しました。おー、まさかのクリスマス被り。まさかのクリスマス被りなんですけど、うん、私は、どこだっけ、あそこ。読売ランドに2人で行って、うんうんうん、そう、なんかとにかくなんかあの時期はなんか出かけたくて、うんうんうん、いつぐらいだっけ、2年前の冬じゃないかな、19年の冬とかかな。で、もうとにかく2人でどっか行きたくて、あの時、うんうんうん、で、じゃあレンカがイルミネーションどうみたいに言ったら、うんうんうん、めっちゃいいみたいな。イルミネーション流行ってる。そう、イルミネーションが見たくて流行ってたって何。で、レンカがなんか2人で出かけたいねっていうことだけはあったんだけど、うんうんうん、どこ行こうかってなった時に、うんうんうん、あ、イルミネーションどう、冬だしって言って、レンカが、うんうん、で、イルミネーション綺麗なとことか調べて、うんうん、あ、夢入れランドいいねって言って2人で行った時に、うんうんうん、桃子がそのイルミネーションを見て、ハウステンボス行きたいって言い始めて、なるほどね。
そうです。そう、それで、そう、それでめっちゃ急遽決まって、もうめっちゃマネージャーさんとかに2人の予定桃子が聞いて、そう、レンタンと2人で、あの空いてる日ありますかみたいなめっちゃ聞いて、飛行機乗ってはるばる行った記憶、それがクリスマスだったから、クリスマスシーズン、そう、ユニミューリランドよりもあのあれがハウステンボスの方がクリスマスに近かったかな。当日だったっけ、だってブログとかね載せたもんね。そう、綺麗だった。そう、めっちゃ綺麗なの、本当に行ってみてほしい。え、楽しかったよ、本当にすごく良かったからね、ぜひ行ってほしい。でもなんだっけ、行きたい、なんか約束ばっかしてさ、うん、なかなか、しかもまあ今あんま行けないしさ、そうなんだよ、ね、約束が増えてきて、そう、約束が増えてて、そう、長崎県です。うん、行きたいところまだまだいっぱいあるので。ある、5人でもさ行きたいって言ってんじゃん。そうなんだよ、めっちゃ行きたいんだよね。行ってるじゃん、行きたいよ、早く行かせてくださいよ。レイカともさ、温泉行きたいって言ってる。そう、温泉旅行、あれも多分 2,3 年ぐらい前から言ってるよ。ずっと言ってる、もうなんか行った場所でいいから、そう行こうって言ってんだけど、うん、全然叶わない、叶わない、本当に。そう、私たちはね、でもレイカ3年後パリ行くもんね。そう、3年後2人でパリ行くんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そう、その約束はね、した。そう、レンカ20歳だからもう旅行行けるもんね。そう、もう未成年じゃないので、3年後は楽しみ、楽しみ、楽しみ。早くね、この状況が落ち着きますように、よろしくお願いしますね。皆さんの桃子との思い出は、お、聞かせてほしい、教えて。何ですか、何ですか。そう、オリンピック見に行く。そう、オリンピック大好きな2人なので。そうなの。うん、何ですか。北海道も来て、北海道行きたいって、あ、桃子って言ってたの。そう、海鮮食べたくて。うんうんうん、しかも桃子暑がりじゃん。確かに夏にあんまり、そう、ちょうどいい。レンカもでも暑いの苦手だから、秋ぐらい、やっぱ秋、うん、11月、10、11よくない、うん、いい、出かけるには最高だと思う。10月がいいな。10月、うん、いいね、北海道いいね。北海道行きたい。南米しか行ったことないね。そっか、行ったね、うん、行ったことないんだよね、北海道。それが本当プライベートで行きたいね。わかるわかる。北海道ってさ、なんか車ないときついって言うじゃん。あ、そうだよね。もう子に撮ってもらって。いや、無理だって。無理だって、いいとこまで行ったんだから。ダメだったんだ。ダメだったんだから、もう無理だって。あんま期待しないで。期待しないで、なんか頑張るから。ドイツのイルミネーション綺麗だよね。うん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 、綺麗だった。え、なに、善悪一番最初にしたメンバーだって。へえー、懐かしい。なんか善悪って響きがもう懐かしいもん。わかる。2万人の方ありがとうございます。2万人の皆さん、やっほー。すごくない、こんなゆるい配信をさ、ね、2万人の人が見てくださって。おしゃべり配信だよ、おしゃべり配信。イエーイ。いやー、いいですね。いっぱい思い出ありますよ。そうなんですよ。ちょっとなんかもうブログもさ、書きたいんだけどさ、なんかいろんなものがさ、どんどん出てきちゃってさ、うまく書けないんだね、言葉にして。わかる。なんかさ、インタビューとかでもさ、うん、止まんないの。そう、わかる。結局桃子について聞かれて、なんかもっと確信ついたこと言いたいんだけど、全然まとまんないの。そう、わかる。言いたいことがありすぎて。わかるわかるわかる。難しい、難しいね。深い絆で結ばれています。よろしくお願いします。あ、ちょっと、あ、レンカ右手じゃなくて、違うよ、ん、違うよ、レンカだけいつも右手な。違うって、レンカだけが左だって。え、違うよ、みんな左でレンカ。違うって、絶対にレンカ左だよ。自撮りだからか、あれ、あれ、どっちだっけ。あれ、みんな右じゃん。だって、うん、絶対左だよ。あれ、だったっけ。この前写真撮った時もレンカ右ねって言って。え、だったっけ、うん、左じゃなかった。
どうすんのこれ違ったら。え、絶対右。ほんまか。うん、絶対右よ。プロポーズしてる人。どこにも何も説明してないでやってるからね勝手に。いやでも結構さこれ何のポーズだろうって言ってる人たまに言うの。ああ、でもあと3人ないと成立しない。なんか決めたんだよねこれ。そうね、何ポーズ。ちょっとだけ、ちょっとだけ、ちょっとだけ、ちょっとだけ頭良くて悪いよみたいな半々だよみたいな感じ。これ私たちのポーズ。そう、覚えといて、覚えといて。5人のポーズ。そう、レンカだけね間違えて右手でやったらね。そう、レンカだけ。その後の写真もね全部右手だった。え、そう、そしてレンカだけいつも反対の手で。そう、なんか知らんけど、だからもはやね反対で、ね、5を閉じて。あ、そうなの。そう、こう知らなかった。こうやろうとしたの。あ、こうやろうとした。そう、でもこうやってちょっと5主張しちゃうよ。あの方がちょっとこんぐらいにしといた。覚えといてください。よろしく。使っていいよ。イエーイではでは、はい、ということで以上私とももこの思い出ニャンバーワンでした。ウェーイもも。そして次の企画に参りたいと思うのですけれども、題してクイズ、意味が分かると怖い話の意味分かるかな。なんか難しい意味が分かると怖い話の意味分かるかなみんな意味が分かると怖い話の意味分かるかな。レンカお姉さんだよ。はい、はい、どういう企画。はい、このコーナーですね、夏といえばやっぱ階段というわけでですね、うん、階段、階段ですね。階段じゃないですね、階段の季節ということで、うん、一人のメンバーがね、どっちかが意味が分かると怖い話を朗読し、うんうん、もう片方の、例えば私が怖い話をしたら、うんうんうん、もう片方デンがその怖い話の怖いポイントに気づけるかどうかっていうのに挑戦する階段クイズ企画で、面白い。面白いって言うとしちゃう。ございます。レンカたち好きだもんね、ほら結構意味が分かると、ね、楽しそうじゃない。絶対楽しい。やったりはしたじゃん、うんうん、学校とか、うん、で多分私でも一番最後まで分かんない。嘘。え、どういうことね、教えてよ。言ってそう、言ってそう。え、でも答え言ってもなんか、うん、あんまりとか言いそう。超想像つく。え、めっちゃ流行ったよね小学生の時とか。流行ったよ。楽しい。なんだっけな、もう覚えてないな。なんかマンションの何階から見上げてみたいな。え、なんか隣の部屋覗いてたらとか。知らないな。あの話が一番好き。気になるじゃん。この問題になかったら言うね、じゃあ。オッケーオッケー。かぶったらあれだから。私たちでもさ、ホラー映画を見たもんね。そう。でも、あんまりあれだったよね。寝たよね。うん、寝た。この後3期生会に遅刻してた。そうそうそう。夕方からの3期生会に。寝坊してた。そう、ホラー映画見ながら2人で寝落ちして2人でもうグラーって寝てたら起きたら、あ、やばい、やばい、あと15分だとか言って急いで行って、もうほんとみんな申し訳ないと思ったらまさかのたまみしかいない。そう、みんな遅れ遅刻あれあれ、もう絶対みんな集まってる、申し訳ない、私たちだけだ。来たら超絶真面目なタマミしかいなくて、もうタマミは本当に真面目だから、ちゃんと時間通り。そう、タマちゃんだけ、そう、タマちゃん偉いの。本当。そう、あれ？絶対私たちだけだと思って。そう、したらやんわり集まってきて、わら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 と集まってきて、部屋にポツンとタマミがいる写真が分かる。そうそう。みんなまだみたいなね。そんなこともありましたんですけど、はい、怖い話をしていきたいと思います、はい、じゃあ私がね最初に怖い話するので、うん、デンと視聴者の皆さんはどこに怖さ隠れているのかを当ててください。はい、じゃあちょっとコメントオフしますね。あ、そっか、見ちゃダメ。そう、はい、ではまずは1問目、はい、いきますね。今年から、うん、ちょっと大人たちに指示されてあ、すいません、あ、すいません、今年から児
人生初の一人暮らしを始めた僕は寂しさを紛らわすため最近オウムを飼い始めました。オウムは僕が言ったことを真似して挨拶をしてくれる実に賢いペットです。朝はおはようと挨拶してくれるし、寝る前はおやすみ、僕が帰ってきたらお帰りと挨拶して迎えてくれる、今では本当に大切な家族のような存在だ。何が怖いですか？終わり？終わり。え、もう一回言って、途中らへん。飼い始めた後、飼い始めて実に賢いペットです、うん、朝はおはようって挨拶してくれるし、寝る前はおやすみ、僕が帰ってきたらお帰りと挨拶して迎えてくれる、今では本当に大切な家族のような存在だ、うん、え、わかるかも。何？え、教えてない。え、もうちょっと詳しく。え、詳しく？ちょっとかすってる。おはようとか言ったことないのに。あー、ちょっと違うな。惜しい惜しい惜しい。え、教えてないだけじゃないの？あー、みんな分かってる。え、教えてないっていうのは合ってる。でもちょっと違うわ。なんだろう、説明が。おはようを何、おはようなんだっけ。おはよう、おやすみ、おかえり。え、なんだろう。え、わかるって。え、どの辺どの辺とはどの辺と、すぐこの人ヒントもらおうとする。ヒントヒントヒント。僕は一人暮らしを始めました。え、で、僕が言ったことを真似して挨拶をしてくれるペット、うん、もうわかるやろ。え、10、9。え、何？え、わかんないわかんない。え、おはよう。タイムアップ。え、なになになに。正解は、語りたい一人暮らしなのでお帰りと発する機会はない。だから一人でも別におはようとかおやすみはペットに対して話しかけるから、全然一人暮らしでもありえるのよ、でもお帰りは一人暮らしだから教えることもないのよ。あー、ただいまっていうのか。そう。確かにってことですね。なるほどね。これあんま怖くない。でも、あんま怖くない。いや、でも怖いかもよ。誰が教えたの、まあ、そうだよね。実際に会ったらめっちゃ怖いけど、怖い怖い話ですって言われたらあんま怖くないかも。一人暮らしでオウム飼い始めることがないよね。あの、そういう話じゃないのよ。そういう話じゃないのよ。あ、みんな怖い怖い怖いって言って。みんな分かってたの？うん、みんな結構分かってたよ。怖い、教えてない、お帰りでしょってみんな言ってた。すごい早いな。誰かいるかもしれないっていう。怖い怖い、はい、怖い怖い。意外と難しいんだね。 私からの問題。うん、あ、2問からの。うん、10年ぶりに小学校の頃。あ、待って。あ、はい、いくよ。10年ぶりに小学校の頃、住んでいた団地に足を運んでみた。この団地は父の仕事の都合で引っ越しが多かった僕が最も長く住んだ思い入れの強い場所だ、うん、敷地内にある公園の前を通ると僕が昔よく遊んだ友達がブランコに乗っているのが見えた。当時と全く変わらぬその姿に僕はとても懐かしい気分になった。だって、その子年取ってないってこと？すごい。え、ブランコの人年取ってないってこと？うん、あ、当たった。なんでそんな早いの？いや、おかしいでしょ。だって思い出ある場所で変わってないって怖くない？合ってる？うん、正解読んで。10年経っているのに当時と全く変わらぬ姿ということはこの世のものでは。やった。すごい、これ分かりやすくない？なるほどね、なるほどね、分かりやすいか。うん、分かりやすかった分かりやすかった。でも早いよ。でんちゃん感動すな。感動する話じゃないからね。早っ。ブランコ、頭の回転が早いな。怖い怖い。そう、私頭の回転早いんだよ。早い本当に、マジで思う。勉強はできないけど、そう、勉強は勉強の面の、ね、そうそうそう、だから勉強したらちゃんとできるから。うん、そう。すごい怖い。ザンビ流しましょうとか。
もうすぐすぐ行く。じゃあ続きまして、はい、いきますね。面白そう。大学4年生の頃、うん、サークルの仲間たちと肝試しをした時のこと、うん、その肝試しは男女2人1組で真っ暗な基地を一周するというシンプルなルールだったんだけど、うん、怖がりの僕とペアになった女子は気づいたらずっと手をつないでいた、うん、ゴール墓地だって、あ、お墓だった。ゴールした時にはん、怖がりの僕とペアになった女子は気づいたらずっと手をつないでいた、うん、ゴールした時にはお互いの手の色が青紫に変色していて、どれだけ強く握ってたんだよってお互いの右手を見せ合って大笑いしたのがいいも思い出だ。ちょっと感じた。え？お互いの右手っておかしくない？おー、正解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 。誰かと繋いだってこと？幽霊って。だ、そういうことなんじゃない？誰と手つないでたんだろう。だってね、はてなみたいな。左と右なら分かる。お互いの右手って分かりやすいね。これは分かりやすかった、お互いの右手ってすごいね。どこういうこういう感じで手つないでたのずっと。どっちか後ろ向き歩き。後ろ歩き。めっちゃスリル満点やん。楽しそう。肝試しとかあんまやったことないな。よくないと思ってやらない。あ、敏感だもんね。そうだね。連関が全くないから。連関はあるから。うん、化け屋敷とか正直本当に。あれ富士急や行ったっけ？行った。一歩も動けなかった。あ、そうだっけ。へえ、これはわかりやすい。ねえ。あれは？乗り中のは行ってないっけ？行ってないの。ああ、よかった、ね。あれ行ったら本当になんかやばかったと思う。やばいと思う。本当に。無理だよね。なんか感じちゃうから。空気とか海が感じたって言ってたもんね。そう、海もさ、ね、そう言ってたから。うん、ホテルとかもさ、うん、泊まるとこに行って入った瞬間、あって思う時あるもん。今回のツアーはどうだったの？あったよ。怖いよ。何も感じないよ。あったあった。後で詳しく。じゃあ、はい、伝じろうどうぞ。いきます。はいよ。問題、うん、立地、築年数、間取り、どれを取っても好条件な格安マンションに。あ、もうごめん、なんかあんまり聞いてなかった、ごめん、もう一回。ごめんごめん。立地、築年数、間取り、どれを取っても好条件な格安マンションに引っ越して1ヶ月が経ったんだけど、最近その安さの理由が分かった、うん、どうやら僕が今暮らしている部屋は建物の1階で、小学校の通路沿いにあるせいか、しょっちゅう近所のいたずら小学生たちがいたずらをしてくる、うん、今日もバイトから帰ってくると、外の寒さで曇った窓ガラスに指でなぞった跡が無数についていたよ。これ意外と後残るんだよな。内側からしかできなくない？おー、正解！よっしゃー！早い！曇った窓ガラス外からできないよね。そっか、確かに。だって中があれなんだもんね。あったかいんだから。確かに確かに。早い。これ早いんじゃない？早すぎる。でも簡単なのかな。なのかな。私思いついたかな。私だと思いつかない。でも分かりやすいのか、うん、どうなんだろう。なんか怪しい話って分かって聞いてるから分かるのかな。あ、確かに構えちゃってるからね。何も考えずに聞いてたら。早い。レンタン探偵なんて。レンタン探偵。レンタン探偵。レンタン探偵。なんかさっきさ、分かったら言うみたいなの教えて。あの。問題する。あ、オッケー。知ってる人多いかもしれない、有名かも。なんか、うん、穴が開いてて壁に、マンションなんだけど、うん、でその興味があってその穴に覗いてみたら、うん、でもいつも何も見えなくて、うん、赤いだけなの、うん、で、まあ、赤いの怖いけど、でも特に何もないから、うん、でも不思議じゃん、うん、その大家さんだったかな、聞いたの。なんか穴覗くと、違うそれじゃない、隣の人の話を聞いたんだって、うん、どんな人が住んでるか気になって、そしたらその隣に住んでる人は病気、うん、で目が赤くて、うん、
ずっと見てるってこと？そういうこと。めっちゃ怖いじゃん。本当にやった話？違うでしょ。意味が分かると怖い話みたいなのでめっちゃ流行った。知らなかった。それしかない。普通に怖い話じゃん。ずっと覗いてるみたい。普通に怖い。そう、赤い目の人みたいなやつ。知ってる人いるじゃん。ね、でも結構有名な。知らなかった。話だったっけ。なんかあったけど忘れてた。ね、あともあったんだよね、他にも。なんかこうやって。もう全然覚えてない。これだけじゃん。マンションの7階ぐらいの人に下からね、こうやって指さして、それからなんか。全然わからん、何それ。あったよ、そういう話。今ので汲み取って誰かわかる人。誰か知ってる方、誰か知ってる人、どう？コメントしてください。なんだろう。あ、そうだ、サイコパス診断のやつだ。そうだそうだ。何？これは違うのか。サイコパス診断とかあったな。あったよね。そういうの本当に。あ、そうだ。回数数え。あ、それそれそれ。あ、なんだっけ、知ってる。なんだっけ。ああ、なんだっけ、なんだっけ、なんだっけ。なんだっけ、なんだっけ。詳しく詳しく。どういうのだっけ。詳しく詳しく。なんだっけ。回数なんか。これ何をしてるでしょうみたいなんだよね。そうだ。それで答える方によって。そう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 。なんだっけ、ねえねえねえ。あ、待って待って、あ、やばいやばい、早いよ。こっち指さしてる。次電話撃して犯人、あーえ、なになあー、なんと自分の、なんだっけ、絶対、あ、異常者は回数を覚えてる。そうだそうだ。あ、なんだっけ、なんだっけ、どういう、どういう、でもなんだっけ、そう、なんだっけ忘れちゃった。殺人現場でみたいな。あ、なんだっけ、そんな感じだよね。え、反対のマンションに犯人を目撃して、あ、もう早くてできないよ。早い止める方法が欲しいよねあー、分からんな。サイコパス診断、後で調べよう、後で調べよう。懐かしいねはい、では以上かな。以上ですね。以上、クイズ意味が分かると怖い話の意味分かるかなでしたうー怖ーいはい、続いて、はい、続いては質問返しのコーナー。イエーイ。何でも質問に答えていきたいと思いますよ。はい、こちらはですね、ショールームのツイッターに寄せられた私たちへの質問にこの場で答えていきたいと思います、うん、おい、たくさんの質問ありがとうございました。ありがとうございました。いっぱいあるよ。もうさ、これさ、レンカさ、いつもさ、上からパパパパパって全部答えてるんだけど、どう？すごいいいじゃん。じゃあやってく？はい、2人とも答えよ。Okay. 福岡公演お疲れ様でした。一番頑張ったことを教えてください。一番頑張ったこと、ご飯をいっぱい食べるとかこぼした片付け。もう本当に信じられないこの人、本当に年上だと思えないぐらい世話が焼けます。本当に皆さん3期生のように優しい。3期しかいなかったんだよね。3期みんなで片付けて。はい、一番頑張ったことは、なんだろうね。福岡公演って言われると難しいけど、うん。まあでも極力笑顔でいること。いや、ほら寂しいじゃん。まあそうだね。ああ、寂しい顔せずに。極力やばい、淡々と行きたいな。笑顔でいることでした、うん、はい、次で読んで。レンタンとデンちゃんが初めて出会った時のエピソードを教えてください。全然覚えてない。普通にオーディションで会ったけどね、うん、でも記憶にない。記憶にないよね。いつから仲良くなったかも分かんない。デン、そうだよ。だってでも昔デンの家泊まったことあるけど。昔覚えてない。初期の頃、めっちゃ初期の頃1回だけ会ったかも。そう、1回だけ会った。でも全然仲良くないから全然話さなかったそうだっけ仲良くないっていうのは不仲じゃなくてまだ打ち解けてない状態だったから、あんまり話さない。今までた、そうだっけ。こんな仲良くなると思わなかったよね、正直ね。ねえ、覚えてる。また泊まりに来て。もちろん
ロン君出来合いなんで。そうなの。ロン君ってレンカの素質相愛だから。そう、ロン君ね、レンカのこと大好きすぎてやばいの。やばいよね。メンバーで一番好き。そうなんです。やったねみたいな。そうね、はい、くっついてくるもん。そう、もう。かわいいです。かわいいです。はい、幼い頃の夏休みの思い出を教えてください。虫取りしてました。私は、母の実家の鹿児島県にいとこたちに会いに行きました。いいね。はい。全国ツアー大阪から福岡まで本当にお疲れ様でした。披露した楽曲で印象に残ったことはありますか？むず。なんだろう、やばい。やっぱり三番目の風ですね。私は思い出ファースト。はい、その2曲につきます。はい。はい。レンタン映画主演出演主演おめでとうございます。ありがとうございます。思わず駅で思い切りガッツポーズしてました。出演が決まった時の話。なんか急に呼び出されて、なんかしたかなと思って、ハラハラして、でも何もしてないし、何の話ね。でもな、仕事の話ってないよなとか思いながら考えて考えて座ったら映画のお話されて、嬉しかったです。でもシンプルにもう嬉しいし、でもなんか乗り越えられるかなみたいな感じだった。不安の方が大きかったかな。でもね、デンとか梅とか玉美とかもんこに話して、みんな絶対見に行くみたいな言ってくれて、頑張ろうって思いました。頑張ったよ。ありがとうございます。絶対見てね皆さん。すいません、見てください。番宣し始めた。番宣じゃない、そう、宣伝をお願いします。はい。ちょっと難しい。いいよ、飛ばそう。どうしようかな。どうしようどうしよう。いいよ、どれでも。今年の夏やり残したことはありますか？私鹿児島行きたかったし。ああそうね、本当にいとこもうどんどん大きくなっちゃうから、いとこが寂しくて全然会ってないの。寂しい。私はね、ある、スイカ割り。スイカ割り、そうです、ずっと来たもんね。なんか至る所にスイカはあるんだけど、そう、もう割ることはできない。割るっていうのがないから。そうなのよ。食べるだけ。そう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 。今年めっちゃ夏らしいこといっぱいしてる。いや本当に普通にめちゃめちゃね、お仕事とかでやらせてもらって。今までで一番したかも。うん、したと思う。すごい楽しかったな。ね。はい。今年の。待っててね皆さん。お互いの好きなところ3つ。3つ？じゃあ1個ずつ言うよ。オッケー。ではまず優しい。おー。レンカはまず第3位。第3位？あ、ランキングなんだ。もうお顔が好き。嬉しい。なんでみんなそんなこと言ってくれんの？いや、そうだよ。めっちゃいい成長だもん。嬉しい。ありがとね。そんなことか。じゃあ2つ目は。レンはとってもとっても面白いです。今まで出会ったことのないレベルの面白さです。もうね、根っから面白いの。よかったそれは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 。2つ目は、うん、大人。なんだろう、考えとかがめっちゃしっかりしてて、うんうん、年下なのにもすっごい尊敬するし、嬉しい。なんか深いなって思う。レンカの考えは本当深いなって。本当にこれ冗談じゃなくて、本当に私はいつも聞くたんびにすごいなって思う、うん、ちゃんとそれもしかも言葉にできるのがすごいなって思う。嬉しい。結構ね、でもね、相談とかしてくれるもんね。うん、ちゃんと的確。なんかさ、私とかだとあんま言葉に思ってはいるの、いろんなこと思っているけど言葉に出せない、言葉でまとまんないから、ほんとすごいなって思う。ありがとうございます。はい、はい、次。はい、はい、ラストかな。うん、ラストはもう本当に本当に気が合います。うん、もう本当に年離れてるんですけど、結構なんか離れてる、5個、うん、5、6離れてるっけ、5、6離れてるんですけど、で本当になんか
気が合う、なんか気が合うっていうか考えてること一緒なんだよね、うん、なんかっていうのも仕事に対する考えとかそういうのじゃなくて、なんかもう単純になんか、うん、今こういうこと思ったでしょとか、うん、なんかそういうなんか学校にいたら絶対に一緒にいるんだろうなっていう仲の良さ、うん、そう、そこがめちゃめちゃ好き。なんかあって思ってレンカ見るとレアだいたいニヤニヤしてるニヤってしてそうそうそう、そこがね本当に双子かと思うぐらい仲良し。私年下と気が合うんだよね。うん、私身長より低いからじゃない間違いない、はい、とっても好きなんですそこが、はい。じゃあ私の最後は、まあ、似てるんですけどいつも笑わせてくれる。うん、それはもうお互い様だね。お互い様だね。2人でいる時ずっと笑ってるもんね。うん、笑ってる。うるさいって言われる。言われる。もうことがさ、何が起きたっていう目で見てくるよね。また笑ってるみたいな。したの？怖いんだけど。そんな感じ。そう、仲良しでやってます。イエーイ。ラブ。お、いいんじゃない？結構ハートっぽい。はい。なんだ？どうしようかね。ちょっとじゃあ最後まで。福岡公演の舞台裏で3期生12人だけでやったことありますか？それなんか福岡に限らずさ、なんかエンジンしてて、ね。あ、そう。キメキの出る前とか。なんか。梅がバレー部だった時になんかこうやってつないでやってたらしくて、これで円を作ってそれをみんなでなんかやって、で蓮華がトキトキって言ったらメキメキとか言ってあと大人たちの時を大人たちには支持されないとか言ってこれはね、ただの全役ライブ。そうそう、ライブじゃないんですけど、あの真夏の全国ツアーじゃないんですけど、でもやったりして、そうなんかそういうなんか3期生でまとまって何かやるみたいなのはあんまりやってなかったから、うんうんうん、なんか嬉しかったですね。あと相変わらずほうれん草持ってきてくれたりね。そう、突然ほうれん草持ってきたよーってほうれん草ほうれん草ほうれん草、あ、たけのこたけのこニョッキ一気もなんだかんだ流行ってたよね。それもやったね。ね、いつもライブの待機中に、そう、花道の真下で、そう、花道の真下で多分大きい声でしたらファンの人に聞こえる、ほうれん草ほうれん草ほうれん草、そう、実はやってました、やってました。楽しかったです、ね、楽しかった。あと何どうしようかね、最後までちょっと見させて。やるよ。2人のコンビ名は殿下です。殿下、殿に殿下って聞こえるけど殿下です。でもなんかいいのあったら教えてほしいです。いいのあったら、ちょっとなんか一瞬殿下っぽいので、あんまちょっと言いにくいし、なんかそう言いにくいのでぜひちょっと聞かせていただきたいと思いますね。はい。お互いの外見ですけど、私は殿の目が好きです。え、同じ。え、本当に？うん、目が好き。目めっちゃ綺麗だと思う。目の下のほくろも好き。ああ嬉しい。ほくろね。目が綺麗。ほくろある。可愛いね、目の下。目と鼻にあるって可愛い。あ、鼻可愛いよね。鼻も可愛い。わかるわかる。レンカちゃんはアニメ大好きですが、デンちゃんはアニメ目ありますか？え、トーマン見てるよね、一緒にね。あ、そう、トーマン。あ、まだ見てないかな。え、そう、見たよ。うん。あ、どうも。あ、続き気になるってとこで終わった。うん。そう、早く見て。今日見ようじゃん。うん、見て見て。みなみんと4人の子供たち。うちが言ったの。仲良しエピソード。解禁したの。仲良しエピソードなんてありすぎて困る。私たち子供たちなの。あ、まあ、そっか、お母さんだもん。うん、子供。おい。タメとか梅ばーって言うからね。おばさんじゃん。おばさんになっちゃってるから。梅ばーはひどい。梅ばー、梅ばー。仲良しエピソード？もうなんかエピソードにするほどのレベルじゃないぐらい一緒にいるからさ。いつもね、楽屋はいつも全部固まってる。固まってる。からね。うん。なんだろうね。でもよく、まあ、なんだろうね。なんかもう当たり前のように近くにいるよね。別に何か話があるから近くにいるわけじゃなくて、当たり前のようにもなんかくっつき虫みんな、うん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 、って感じで仲良しですね。いつも一緒に行動してます。してます。うーん、あ、
1個ぐらいいっとく？いっとこっか。なんだろう、なんだろうな、なんかいいのがいいよね。最後になんだろう、ちょっと締めくくりのいい、うん、あれだよね。なんだろう、何これ。わかる、わかるよね。超絶良かったね。あ、3万人だ。お、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、ちょっと最後、最後読もうか。な、何がいいかな。夏の終わりに聞きたい夏曲。でもやっぱ乃木坂で言ったらひと夏かな。ね、よっしゃ。ひと夏は本当にいい曲。確かにあれ夏の終わりだもんね。うん、終わりって感じ。秋の始めみたいな。そうそうそう。うん、ぜひね。でも設定温度とかもなんかいいかなと思う。ああ、そういえばやってないもんね。秋は、秋はまだ遠いだけ。うん、そうだ。夏の終わりだ。そう。なんか夏のなんか涼しい時間帯に聴く曲みたいな感じがする。本当いい曲でね。そう、みんなぜひ聴いてください、この2曲。聴いてください、お願いします。では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 、質問時間はもう終わりたいと思うので、もうですね、はい、なんと7時51分ですね。お、早い、やばいです。早い早い早い。というわけで、そろそろエンディングの時間に入っていく感じなんですけども、今から、あ、私は忘れてた。そうですね、うん、順位はまだ後でだから、はい、じゃあお知らせからいきたいと思います。おーい、9月22日、はい、水曜日に乃木坂46、はい、28枚目シングルが発売されます。やったね。今日解禁されるのかな。あ、そうなの。あ、そうなんだ。そう、多分確かそうだ。ぜひ聴いてください。聴いてください。よろしくお願いします。そしてですね、私が先ほど話しましたけど、明日なんだ。明日です。みんなちょっとあのフライングしちゃった。フライングしちゃったので明日ですね。明日っす、明日。友達に明日っす、明日。話しましたけど、主演映画の世の中に耐えて咲く中里様という映画が来年公開されますので、うん、ぜひぜひお時間ある時に見ていただけたらと思います。よろしくお願いします。仕事行く前にちょっくらとか言って。よろしくお願いします。はい、はい、ということで、い、終わり、そろそろ終わりですね。ありがとうございました。ありがとうございました。ランキングが出たみたいなので、ランキング、じゃあ10位から、じゃあ私から言っちゃいますね。 OK、まず10位、ロリさんかな。ロリさん、おめでとうございます。ありがとうございます。9位、はい、パドラーのトミーさん、おめでとうございます。そして8位は、パクさん、3期の愛犬さん、ありがとうございます。そして7位、マセッチアットマークレンカ推しさん、ありがとうございます。そして6位はソロコント、ソロコント、ソロコント、合ってるかな、うん、アットレンタン映画支援、おめでとう、ありがとうございます。おめでとうございます。5位、しもっちアットマークかえでさん推し、ありがとうございます。ありがとうございます。そして4位は、たっけかっこいかめしアットれんかちゃん8周、おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。そして3位、タン推しのマーさん、おめでとうございます。ありがとうございます。そして2位ですね、うん、チェルミツアットレンカちゃん、今日の放送お疲れんたん、ありがとうございます。そして1位、カエデズのはじめ総務課長アットマーク全土地方感想、お疲れ様、大会に感謝、ありがとうございます。嬉しいですね、皆さんいっぱい見てくださって、3万超えました、ね、ありがとうございます。ですね、次回の乃木坂ナンバーワンは
9月1日水曜日の7時から生配信の予定になります、うん、次回のメンバーを追ってお知らせします。 Twitter などでチェックしてください。はい、そして次回の配信を見逃さないためにも画面上のハートマークを押してこの番組をフォローしてください。お願いします。フォローするとショールームアプリをインストールしているスマートフォンに番組開始と同時にお知らせがいきます。はい、お願いします。ではスクショタイムに行きたいと思います。お、何します、何しますか。とりあえず、なんだそれ、あ、イカ焼きか、イカ焼き、誰とペアだった、あやめちゃん、あ、名古屋じゃん、そう、たまたまなのよ、すごい、誰だった、ヤマ、おお、ヤマと終始ふざけてたイエーイ、3期生、桃、お、いいんじゃない、お、よくない、お、いい、桃、うーん、うわー、もう9月からだって、本当だね、え、何、来週9月じゃん、ね、早いね、え、早いね、早いよ、大人たちに足にされないポーズ、むず、何があると思ってるんですか、これ、え、何、これじゃない、あ、これだね、いや大変だったね、フリーで大変だったね、大変だったねあ、なんでもない , 笑ったでしょ、おい、だって笑わせるやつだじゃん、あれあれ本当にデンがニヤニヤするっていうか、でもデンが真顔でもね、笑顔でも笑っちゃうと思ったよね、あのシリアスな、どっちみち笑ってたでしょ、どっちみち笑ってた、私が何もしなくても笑って、やばと思って真顔になった、いや、すごかった、切り替えが私はもう後ろ向いてるから満面の笑みだそう、満面の笑みでこっち見てくるんですよ、あ、もう無理だと思って笑って、やばいやばいちょっとバレてたね、ちょっとバレてた、ちょっとバレてたけど、まあ、それもパフォーマンスということで、そう、それもね、そう、ちゃんと感情入れたんだよね、そう、感情入れたの、うん、ちょっとに笑っちゃったっていう、うん、あ、面白かったな、皆さんあと3分ぐらいなのでね、コメント見ていきたいと思います。はいはーい、はいはーい、はいはーい、どうすかどうすかどうすか、見てたよって人いるじゃん、本当ありがとうございます、バレてたよね、結構な人にバレてたバナナフィッシュ見てよ、ありがとうございます、あ、私1話で終わっちゃった、あ、1話見たんだ、でも1話だね、まだね、多分全然わかんない、うん、わかんないと思う、1話じゃん、わかんないよね、うん、人もわかんない、2年前ぐらいに1話見て、1年前に1年前に1話見て、うんって思ってやめたけど、もう一回見始めて頑張って見続けたらもうって面白い、 あ、そうなんだ、これからなんだね、うん、でもちょっと見る人による、見る人によるじゃないわ、ちょっと時間ある時にしか見ちゃダメって感じ、うん、めっちゃ引きずられてたじゃん、あ、そうね、うん、めっちゃ暗かった、ね、うん、ずっとずんずっとすんってしてたから、ワールドトリガー1期から見始めた、やった、嬉しい、10月9日から第3期が始まるのでよろしくお願いしますちなみに出ておりませんワートリってやつね、そう、ワートリ、私は、はい、菊池原とヒュースが好きでございます、わかりませんヒュースの声優さんの信長さんは私が一番好きな声優さんなんです、うん、アニメ宣伝部かなよろしくにわかです、にわかではミーハーです、ミーハーすぐ影響されますから、彼じゃない彼女、本当にネットフリックスの上位に入ってるの見ちゃう、そうそう、1位から10位、しかもこれ絶対見てって言って見て、めっちゃいいとか言って自分が最初から見てたかのように話したりする場合があるから、しかも勧められた人より進んじゃうそ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 う、漫画とかも読んで、あれもそうだったよね、ネバーランド、違うわ、鬼滅は鬼滅え、菊池原わかる、やった、握手しよう仲間、仲間、仲間、嬉しい、へへへ、やばいやばい、時間がないと、あと1分、でもあと1分ある、早い、ありがとうね、皆さん、あとで確認しよう、レンカさん左だって気するんだけど、左だよ、本当、うん、絶対左だったよ、え、うちそっちにかけるからね、 OK、 じゃあモバメに送ろう、正解を、 OK、 じゃあそろそろね、
終わりということで、はい、32,510人の皆さん、ありがとうございます。3万人の皆さんとハイタッチ。ハイタッチ。さよなら。バイバイ。バイバイ。はい。ということで、またお会いできるのを楽しみにしています。以上。佐藤楓と岩本蓮香でした。バイバーイ。